なんかくすがっちゃって、うん、これで昨日一日あちょっとよ。もう行っていいですか？ちょっと撮らせてもらっていいですか？先生に伺ってみて、先生の許可が得たら、うつ伏せになっておいてます。うつ伏せですか？何するこれ撮って。え？撮って何する？いや、一応こういうのも記録しておこうと。ただそれだけです。別にいいや。どういうグループよ？あの映画の撮影、あの制作のグループ。ね、彼あのこのせいかどうかよくわかんないけど熱が少しあるみたいな。昨日昨日あったって言ってたね。熱があったって言ってたね。で外科には行ってるわけですよね。え？外科には。いや今日初めて。だから一応早めの方がいいかなと思って。昨日から早めじゃないよ。昨日やって今日じゃ早め。早めじゃないよ。少なくとも。なんか今日も先生ねスターだもんでねドブ川に入ったんですって。これで、あ、遅くまずいじゃない。遅すぎるんだよ。遅いですか？遅いに気がついた。だって怪我に気がついたのが1時間後ぐらいだ。さっき何、彼氏黙ってたの？いや、ちょっと痛かったけど、まあ、黙って。さっき30、普通は36度ぐらいなんだけど、破傷風じゃないですかね。トノさん、トノシオさん、トヨカワですって言ってましたけどね。え？トヨカワから来た。トヨカワです。なんか水あのなんか足をなんかにで切ったのかなんかくすがったかわかんないんですけど。痛いね。あ痛いな。大丈夫ですか？はい。咳はありません。気持ちが悪いとは吐いたりは。いや、それはないですね。熱何だった？あ、37度一部。ちょっと痛い。我慢してよ。はい。痛い、はい、あ痛い、あマジで痛いな、痛い。はい、揉んでください。はい、よく揉んでくださいね。これ渡してない、紙。あ、はい。ちょっと薬出ますので、それでね、お待ちください。なるほど、汚さないしないと。はい、あの最低3回はやらないと効き目ないもんだから、はい、今から打ってあと4週間から週間1ヶ月か2ヶ月後にもう1回打ってもらって、はい、あと1年後に打って、そうすれば 5年ぐらいは多少分散してはいいっていう。1ヶ月から2ヶ月、うん、なんで1回だけじゃまだ、はい。じゃあ今日 の、 よあの破傷風を予防するにはもう1ヶ月後にやらなきゃいけない、うん、でまた1年後にやると完璧に、うん、今日のっていうか、まあ、これからずっとね。あ、これからずっと、うん、今日のはもう破傷風じゃないんですか？破傷風ですか？いい破傷風ですか？いい風じゃないですよ。破傷風なのね。だからね、これ持っていけば今日打ったっていう証明になるからね。はい、はい、大臣どうぞ。きっと破傷風なんだわ。こうなったらオカマとして一花咲かせなくてはいけない。私は どうせあと1ヶ月ぐらいで足が腐るぐらいならオカマとして華々しく散ってやるわ。そうよ、カマとして足が腐るくらいに。どうしたの、しおこちゃん。泣いて遊ばれちゃってんのいいよ。あたし、
今日病院行ってきたの。病院どこ悪くしちゃったの？この足見てよ。足？あ、綺麗な包帯ね。バカ、何言ってんのよ。私、破傷風になっちゃったのよ。足を切るのよ。破傷風？それはきっとバチが当たったのよ。な、何を言うのよ。昨日私にあんなことしたからよ。何言ってんの？あんた悪いんじゃないか、あれは。そんなこととこんな橋本どう関係あるのよ。またやろうっつうのあなた。そうよ。おう、何よ昨日あんな男と一緒にイチャイチャしやがって。何よこいつ。何よこいつ。またやろうっつうのか。あたしは病気だよ。病気よ。何すんのよ。痛くないね。なんともないね。はい。力抜いてスーッてやって。もう普通にしててよ。だな。犬子くん。気分はどう？熱とか。熱はないような気がする。熱はない。37度とか言ってたね。一応日曜日にさ、その大団円考えると大丈夫かな。何、怪我のもあれけ。日曜日って今日金曜日だろ。ん？金曜日だろ。うん。なんだな。来週のじゃ日曜日にするか。それぐらいだったら大丈夫だろ。清掃しましたのでね、はい、傷の中、はい、だからあるいは痛いと思うですけど、そのためにね、はい、痛み止め出てますので、はい、あんまり痛んだら飲んでください、はい、ありがとうございました、ね、はい、終わりましたので靴、はい、うん、あ、じゃあこれ玄関にお返ししといていいですか。あ、これは下巻のだもんね、はい、ここ持ってくればいいです。はい、ありがとうございました。じゃあ明日8時半から、明日土曜日だもんだから、はい、11時半までにはお越しください。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、どうぞ。